シナモンシュガーパイを作ります。砂糖大さじ2、シナモン小さじ1/2、パイシート1枚を常温に戻しておきます。真ん中に振りかけていきます。端から真ん中に向かって折り込んでいきます。1センチ程度の幅に切っていきます。オーブンシートを敷いた天板にくっつかないように並べていきます。180度から200度程度のオーブンで30分ぐらい焼いていきます。完成です。ココアシュガーにしたり、いろいろとアレンジを楽しんでみてくださいね。